2022年2月22日韓国大統領選挙関連ニュースです。21日中央選挙管理委員会主管大統領選挙法廷テレビ討論会では、花川大雄を株主キム・マンデ氏対話が盛り込まれた録音記録が争点となった。微罪名とともに民主党大統領候補が録音記録でユンソクヨル国民の力大統領候補に関する追記を利用してユン候補を攻撃すると、ユン候補が該当録音記録には微罪名ゲートという言葉が出てくると反撃した。するとイ・ジェミョン候補は、録音記録を出せ、今それが虚偽の事実なら候補辞退するか、そんなことがあったら今まで私がいたのかと言った。すると去る17日公開した3月号で該当録音記録内容を単独報道した月刊朝鮮が、この日該当録音記録の実物キャプチャー本を公開した。月刊朝鮮は、録音記録にイ・ジェミョンゲートという言葉が込められたという報道は、月刊朝鮮3月号のキムマンペ66にイ・ジェミョンゲート、2020年10月26日発言もあったというタイトルの記事に詳述されている。信じているようで、録音記録のキャプチャ本を公開するという。また既存の記事では、取材員保護次元で公開していないものだと説明した。録音記録は大蔵堂の開発に参加したキム・マンベ氏とチョン・ヨンハク会計士などの2020年10月26日付の対話を記録したものだ。録音された会話でよく聞こえない部分は無音で処理されたが、キム・マンベさんの口でイ・ジェミョンゲートのせいだという表現が出たのは録音記録にはっきりと込められた。先に進められたこの日の討論でユン候補は、理財名候補に向けて民主主義と経済発展の話をしたが、言論に連日出てくる景気知事法人カード公金横領疑惑については言わないとし、公務員たちの心が全て離れている。ここについてきちんと調査し、本人が厳正に責任を負うのが民主主義であり、こうして人々の働く意欲を盛り上げることが経済発展の基本ではないかとした。するとイ・ジェミョン候補は、その言葉をするのでこれを準備したが、見えなくて必ず見せなければならないとパネルを取り出した。パネルには花川大油大株主キム・マンベさんの録音内容が書かれていた。YouTube チャンネル開かれた共感テレビは去る1月29日、大蔵堂開発特計疑惑事件の核心人物であるキム氏が天下堂の5号所有者チョン・ヨンハク会計士に話した録音録を公開したことがある。この候補は、ユン・ソクヨルは令状入ってくると死んで、ユン・ソクヨルはもともと罪が多い人だ。禁止の検察66だと説明した。これに対してユン候補は、花川大油はどうしてキム・マンベ、チョン・ヨンハク会計士通話した録音録話をしているが、彼らはイ・ジェミョン候補してはるかに近い側近で、私は10年間見たこともない。チョン・ヨンハクという人は見たこともない。民主党の仙台議は討論会中のコーチを通じて、ユン・ソクヨル候補はキム・マンペ氏とチョン・ヨンハク氏がイ・ジェミョン候補の側近だと話した。明らかな虚偽の事実だった。また、民主党大統領選挙でリナクヨン元代表キャンプ広報団長だったチョン・ウンヒョン元首相秘書室長が21日、突然ユン・ソクヨル国民の力大統領候補支持を宣言した。朝鮮当時チョン・ジョン室長は放送とソーシャルメディアでイ・ジェミョン民主党大統領候補を公開的に批判してきた人物だ。チョン前室長はこの日午前、Facebook に、もう私は別の道を行こうとする。国民の力ユン・ソクヨル候補を助けようとしていると明らかにした。
チョン前室長は最近両側を知っている知人のおもせんでユン候補に会い、ユン候補から助けてほしいという要請を受けて恥ずかしかったが、結局は受け入れたとし、ユン候補を助けることにしたのはまさに次役を選んだわけだと言った。続いて、道徳性と改革性を兼ね備えた進歩陣営のうちにある名簿家たちが、前科4班敗は大衝動を嘘で象徴される。すなわち指導者として致命的な欠陥を持つ理財名候補を支持する行動を私は納得しにくい、と、このイジェミョン支持は善、ユンソクヨル支持は悪だと強変するならば、これこそ添削した陣営論理として批判されて当然だと強調した。また、過酷な人が言ったように、私は予測不可能なモンスター大統領よりはむしろ植物大統領を選択することにしたと話した。帝前室長のこのような返信には去る18日、リオシブチ選挙対策委員長の順天地域の選挙流税中に発生したことが決定的な影響を及ぼしたと伝えられた。イナクヨン委員長のもう一つの側近であるイ・ビョンフン議員は21日、連合ニュースに、去る18日順天地域選挙優勢でイナクヨン委員長がイ・ジェミョン候補支持発言をするが、イ・ジェミョン候補が来ると突然音楽を間違えてしまった事件があった、と実務者の実数だが、該当映像が SNS に広がり、イナクヨン委員長の支持者たちの反発が大きくなった。チョン前室長はこの事件を口実で決断を下した後、去る19日この委員長に通知したものとわかると話した。続いて李議員は、この委員長はそれならいいのかと非常に勇敢にまん流したが、幼稚不動だった、とした。イナクヨン委員長は18日午前、チョンナム順天でイ・ジェミョン候補支援選挙優勢に出た。しかしこの日、リナクヨン委員長が演説をしていた途中、イ・ジェミョン選挙ソングが流れ出て流れが途切れることが発生した。リナン駅委員長は現場スタッフを一度見つめては、まさか国民の力がここに来たのではないでしょうか、と冗談を言った後、自然に演説を続けた。しかし数分後、またリオチブチ委員長の言葉が切れる状況が起きた。イナクヨン委員長が市民たちにイジェミョンを3回叫んでもらうよう要求し、市民たちがイジェミョンイジェミョンイジェミョンを叫んだ。続いてイナクヨン委員長がマイクを持って話ししようとするとまた理財名選挙ソングが出た。雰囲気はあっという間に薄くなった。イナクヨン委員長がスタッフたちに歌を歌ってもらうような指のジェスチャーを取ったが、歌は流れ続けた。すぐにイジェミョン候補が舞台に上がった。イナクヨン委員長がイジェミョン候補を紹介しようとマイクを口にしたが、今回はマイクが悩みだった。ここに司会者が気づかず市民たちに写真パフォーマンスをしようと提案し、イナクヨン委員長は凛としたようにジャンパーポケットにジュサムジュとマイクを入れた。当時撮影された映像はオンライン上で急速に広がり、イナクヨン委員長の支持者たちは、イナクヨンのおばさん映像だ、と憤慨した。支持者たちは、あまりにも忙しい。誰がワンチームをあのように扱うのか、礼儀がないね。映像を差し上げられない。ワンチームうんうんするなら、少なくともしっかりとおもてなしし、これはただ恥ずかしいのではないかなどの反応を見せた。非難世論が大きくなると、ブ・サンホ民主党総括仙台本部長は19日、Facebook に、順天維税家庭で離脱四仙台委員長の発言が途絶えることがあった、と、これは進行上実務者のミスで起きたことだったが、不適切な状況が演出されたことについて申し訳ない。という言葉を差し上げると謝罪した。
続いて、イナクヨン仙台委員長が問題にせず進行上のエラーで理解して渡されただけに、今後は決してこのようなことが起きないように厳重に措置すると付け加えた。今日も視聴していただきありがとうございます。購読とよろしくお願いします。